女優の佐々木希、32が12日、地味のインスタグラムを更新。夫のアンジャッシュ、渡辺謙、47の不倫問題について、自身の考えを初めて投稿した。真っ白な画像とともに、この度は主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。今回の件について、夫婦でしっかり話し合いをしようと思います。私自身としては、今後もお仕事を続けさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますと、つづった。さらには、最後にお願いです。近隣の方々へ考慮いただきたく、小さい子供もおりますので、自宅や家族、関係者の取材など、直接の訪問はご遠慮いただきますと幸いですと、報道陣に呼びかけた。二人は、約2年の交際を経て、2017年に結婚し、翌年9月に第一子の長男が誕生。夫婦で CM 共演するなど、おしどり夫婦として高いイメージがあった。一方で、昨年には佐々木が自身のインスタグラムで公開していた渡辺とのツーショットを削除したこともあり、夫婦仲を心配する声も一部で上がっていた。この投稿には、あなたが謝ることでは決してないです。のぞみちゃんが一番辛いはずなのに、ずっとずっと応援していますなど、佐々木の心身を気遣う声が集まっている。佐々木のぞみ、32が12日、自身のインスタグラムを更新。夫のアンジャッシュ、渡辺謙、47の不倫問題について、自身の考えを初めて投稿した。真っ白な画像とともに、この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。今回の件について、夫婦でしっかり話し合いをしようと思います。私自身としては、今後もお仕事を続けさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますと、つづった。さらには、最後にお願いです。近隣の方々へ考慮いただきたく、小さい子供もおりますので、自宅や家族、関係者の取材など、直接の訪問はご遠慮いただきますと幸いですと、報道陣に呼びかけた。二人は、約2年の交際を経て、2017年に結婚し、翌年9月に第一子の長男が誕生。夫婦で CM 共演するなど、おしどり夫婦として高いイメージがあった。一方で、昨年には佐々木が自身のインスタグラムで公開していた渡辺とのツーショットを削除したこともあり、夫婦仲を心配する声も一部で上がっていた。この投稿には、あなたが謝ることでは決してないです。のぞみちゃんが一番辛いはずなのに、ずっとずっと応援していますなど、佐々木の心身を気遣う声が集まっている。